どうも、星学というものです。それでは前回の続き、ビレッジオブサイバーやっていきましょう。会員村ですね。前回は人狼が2つと、今回と同じようですね。まず、それじゃあやっていきましょうか。毎回この応答なしが挟まれるんだよな。あ、人狼か。皆笑っていたが。いや、いるはずない。人に化ける獣などいてたまるか。ガサゴソ。誰だ？おう、レナーテじゃねえか。こんなところで何してるんだ？聞かれた？ならば生かして返すわけには。まあ何にしてもこんな山中に女の子が一人でいたら危ねえぞ。噂の件もあるし、暗くなる前に帰れよ。え、ああ、忠告ありがとう。え、まさかイヴァンって。いいやつだったのか。村に人狼が潜んだという噂が流れました。対抗する特殊な能力を持つ村人もいるようです。村人たちは半信半疑ながらも話し合いをするために集会所に集まりました。僕が本物の占い師さ。偽物に騙されないで。占い師様だ。僕を信じれば村の勝利は揺るがないよ。あー、くそ、めんどくせえな。また占い師二人、まあ占い師二人で普通出てくるんだけど。人狼か狂人か。まあ指示するしかねえしな。やっていきましょうか。使用指示はまあまだいらないやろ。指定占い。ああ、でも指定占いして死ぬっていうの嫌だしな、最初に。まあ、まずはちょっと、よく、あんまりまだわかんないんで。どうしようかな。あ、初日の投票行われない。あーってことはそういうことか。初日は絶対誰か死ぬってことか。はいはい。二日目になりました。お、嘘だろ。さっそうとレナーテ死んじゃってたん。レナーテなんてこった。昨日は無理やりにでも山から降ろすべきだったか。狼を見つけたよ。ウェアドリーチちゃんは人狼だった。アーベルお兄ちゃん嘘つきだよ。だって私は人間だもん。占い師しよう。ウェアドリーチちゃんは白だ。村人ならもら最悪、パンダだ。心霊の CO だ。あ、CO はとりあえず霊の一人、こっちだけ。掃除の兄ですね。うわ、最悪、パンダか。どうしよう。どうしようかな。占い声とかしたいんだけど、まあまだ二人しかいないんだよな。最悪霊能はいなくてもいいかもしれないけど、まあ、最悪なんで。でもさ、このゲームもしかして霊能重要なのかな。初心者村で結構霊能を優遇してたし。まあ、グレランかなあ。あ、土俵数によるやり直し。ロペアでケンペイさん。これが村の決定か。納得いかねえな。はい、待てよ、すがし OK。 はいはい、まあ、一発クリアが望ましいんだけど、どうだろう。3日目になりました。あー、やっぱ霊能か。指示声させた方が良かったかな。結構霊能先に消されんのか。火薬を習ったんだけど人間みたいだったね。はい、ティル君は白。うわ、一人は消さないとダメなんだよな。
占い師一を信じてベアトリーチェ少女をやるしかないよな。もう今日グレランとか言ってる暇ねえしな。指定占いするかな。もうこれはちょっと被ってはられないからな、まあ、とりあえず宝石が確かな、まあいいや、これでやってみて。護衛は、まあ護衛はいらんかな。まあすまん、ベアトリーチちゃんを先に生贄として行こう。あ、うわ、ここで狩人か。最悪、パンダの上に狩人宣言。じゃあどうしよう。あー、3人死んでるからな。確率的にこの中に狩人がいるって可能性もあるんだよな。最悪ここで狩人仕様が出たら、おお、ってことは、まあ家庭っていう話だけど、狩人仕様、まあ3人、確率論的に言えばそれはベアドリーチェの方が正しいわな。でして狩人は誰もいないで、ベアドリーチェを黒って占った青年、名前なんだか忘れたけど、それを今日はするか。1、2っていなくなって、1、2、3、4、5、6、7、7人、まあまだいけるだろう。あー、ベアドリーチちゃんはじゃあなしとして、あー、大工さんかな。さっさと決めないとまずいんだけど、ちょっと逃させてもらいましょう。てめえら覚えとけよ。あ、イバンはないのかな。最初の物語に出てきた人ってもしかして犯人じゃないのかな。ちょっとミスったかもしれないな。そこら辺の仕様ちょっと僕あんまわからないんでやっちゃいましたけど。あーっと、マジカリウッドがオッケー。はい、もうこいつはいい。ザマエルさんしろ。よし、オッケー。もう仮定しよう。カリウッド1は仮定として、まあもう青年1はなしと。占い先はどうしようかな。位置が占ったやつは全部信用ならんから。ん？あ、そうか、うん。位置が占ったやつは信用ならんから。探偵占わせるのもな。潜伏されてたらまあ負けるけど。一番最初こいつ煙突占ったから、まあ、煙突を。まあ、うん、どうしようかな。そうだね、煙突を占わせるか。あー、どうしよう。確定白は、まあ、確定、まあ、あくまでも推論の中での確定白はこの少年なんだから、少年とおじいさんだから、どうしよう、本当に。まあ、こいつは狂人か人狼なんで、最悪まだ下はいけるから、まあ、とりあえず投票はこいつで決まりとして、潰し効かないんだよな。どうしよう。白確定増やし、まあ、どの道、そうだもんな、1のやつは判断ならんから、まあ、ここで行こう。で、指定投票で、投票、はい。最悪巨人でも釣れたらいいかな。はい。悔しいけどこれが村の決定なんだね。はい。あー、カリウドがいなくなったのやっぱ痛いな。やってしまったな。はい。はい、フォルカーは無残な姿で発見されました。まあカリウドいねえからな、そりゃ。うわー、占いが効かなくなった。そりゃそうだわな。確定は少年と宝石だから、
最悪まだ2人残ってるとかでして、まあ今日何かに決めないとダメだから、まあいいや、もうそうだな、まあ今のところはもう1番で入ってるし、これでいこう。さらば煙突、ありえないんだぜ。はい、ここで勝つか負けるか、たまたま枯れたらいいんだけど。6回目になりました。あれ洗濯っ子が、あれこれはかなり、あれこれはかなりミスったんじゃないか、狼。洗濯っ子がやられたってことは、探偵が確実にもう今残ったってことだから、まあこれは探偵に入れるしかないわな。それはもちろん占い師2位の掃除時の弟が、まあそう、占い師に、掃除時の弟が占い、新占い確定としたら、それも探偵しかいないわけだし、まあこれは AI の単純なるミスと信じて、行きましょう。俺を釣るなんてどうかしてるぜ。はい。AI のミスと仮定する。いけるか。おわ、はい、勝った。よし、一発クリア。結構な、ボロボロ具合だったけど。村人、はい。マテウスは村人、はい。まあ、噛まれたしね。霊能は新霊能、はい。イワン、人道容疑にて処刑。やっぱ最初の物語に出てきてるやつは村人って思ってもいいのかな。あー、シンカリオとかやっぱり。で、ここが狂人かな。あー、そうかそうか、そうだな、まあ。で、こっちの占い師が新占い師と。はい。で、カヤは、はい、人狼。まあ、これは人間と。危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。はい、はい。ザムエルなんて生き残ってたんだな、まだ。はい、切る。オッケー、オッケー。はい。ありがとうございます。あ、通常村が出てきた。じゃ、次回は、お、人狼3人か。結構、あ、もしかして、共有者出てきたか？まあいいや。じゃ、次回は、簡易村をやっていきたいと思います。簡易村何回でクリアできるかな。ご視聴ありがとうございました。